いや、ポロシャツって1枚あると便利なんだけども、どう着こなせばいいのかってなかなかわかりづらいんだよな。失敗するとおじさんっぽく見えるし、どうすればいいのかわからないなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、脱おじさんポロシャツコーデを徹底解説というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、冒頭にもちょっとあった通りですね、ポロシャツってすごく便利なんですよ。半袖ですごく涼しいですし、だけども T シャツに比べると襟がついてるので、適度に小綺麗に見えるという意味では、ポロシャツって大人世代にとってはすごく便利なアイテムだと思うんですが、ただですね、イメージとファッションの関係性っていうのはすごく根深くて、ポロシャツイコールお父さんの休日着みたいなイメージも確かにあるので、ちょっとこうスタイリッシュに見えなかったりだとか、おじさんっぽさというところがどうしてもイメージの中にあるので、なかなか難しいアイテムの一つかなと思うんですね。ですが、このようなアイテムも、どのようなポロシャツを選んで、どのようにコーディネートするのか、ここさえ押さえておけば、かなりですね、スタイリッシュに素敵に見えるかなと思うので、今回はしっかりと、まあ、こういった感じは NG で、こういう感じにしてあげるといいよというところをですね、皆さんに具体的にですね、例を出しながら解説をしていきたいなと思っています。今回の動画を見ていただければ、これから先、ポロシャツのコーディネートは、かなり迷いが少なくなるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。皆さんこんにちは、パパ山俊です。今日はですね、ショッピングモールにですね、家族と一緒にお買い物に来ました。なるべくですね、涼しくてでも小綺麗なところもちょっと出したいなということで、ポロシャツを選んでみました。ポロシャツはグレーがすごく好きなので、安心感のあるこの色を選んでいます。シンプルに見えるんですけども、実はですね、ちょっとボタンのところですね、ここの部分にですね、柄が入っているのがワンポイントになっているので、そういったちょっとしたこじゃれたポイントがですね、個人的にも気に入っています。それに対して、下のですね、ズボンはですね、ベージュのチノパンですね。まあ、最近はですね、ちょっとこう大きい感じじゃなくて、体にフィットするようなものが好きで、まあ、こういったものを履いています。で、足元は昔から履いているこういった、なんだろうな、布っぽい感じですかね。はい、そういったスニーカーを履いています。はい、こんな感じです。あとはですね、まあ、子供がいますので、なるべく両手が空いた方がいいなっていうことで、やっぱりショルダーバッグですね。これがまあ両手が空いてすごくいいなと思うので、このような着こなしで夏は活動していることが多いです。もうポロシャツはですね、これだけじゃなくて他にもバリエーションがあって、まあ、グレーとたまにちょっと柄物入れたいなっていう時にはこのようなボーダーっぽい感じも好きでよく着ています。まあ、ポロシャツはこんな感じで僕は着ています。よかったら参考にしてみてください。はい、ということでですね、小芝居をこのあたりにしながらですね、まあ、休日に街でですね、よく見かけるパパコーデをですね、ちょっと再現してみたわけなんですが、これですね、OK コーデじゃないですよ。NG コーデの事例として出してるんですけども、こういうポロシャツのスタイルだとなかなか素敵に見えづらいんですね。まずはポロシャツ自体の選び方が間違っていまして、まあ、グレーだとか、まあ、こちらのようなホワイトだとか、安心感のあるポロシャツの大定番ではあるんですが、どうしてもそういった真ん中のポロシャツだとおじさんっぽさが出てしまうんですね。まあ、特にグレーの中でもちょっとこういった暗くもなく明るすぎないようなグレーはなかなか難しいですね。あとは白ベースでこういったボーダーが入ってるものとか柄物も難しいんですね。なのでポロシャツを選ぶときには、まあ、あるポイントを押さえていただきたいなと思うんですね。それは着替えた後に解説をしていきたいなと思うんですが、まずはポロシャツ選びで失敗しちゃってるかなというところが今のコーディネートの懸念点かなと思います。あとはベージュのチノパンですね。グレーのポロシャツとベージュのチノパンというところで色がですね、ちょっとこうメリハリがなくてぼんやりした感じにまとまってしまってるんですね。ここも一つの問題なので、まあ、ポロシャツというですね、ちょっとこうおじさんっぽさが漂うアイテムだからこそ、ちょっとこう色をシャープにするだとかコーディネートが締まるような色選びをした方がいいかなと思うので、そのあたりを踏まえながらですね、ちょっと着替えてみたいと思います。それでは早速着替えてきます。はい、ということで着替えてみましたが、いかがでしょうか。今回も昭和の登場をやってみたわけなんですが、まあ、先ほどはグレー系のポロシャツを着ていましたけども、それをですね、ブラックに変えて引き締めることで、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。ポロシャツ選びで大事なのは、僕は色選びだと思っていまして、ブラックですとか、ネイビーですとか、ダークグレーのような濃い色でまとめてあげると、本来おじさんっぽく見えるようなポロシャツを、なるべくシャープにですね、見せることができるのかなと思っています。今僕が着てるのは、数年前にですね、
ですね、ナノユニバースで購入したものになっていまして、サイズ感は今っぽいゆとりのあるものではなくて、割とジャストサイズに近いようなバランスになっているかなと思います。まず袖丈を見てもらうと、腕の関節よりも短めになっていますし、身幅もですね、決して大きすぎないようなバランスになっているんですね。このようなものだと、40代以上の大人の男性にはすごくハマりがいいかなと思います。よりベーシック志向でシンプルにまとめたい方は、こういったサイズ感のものですね、ぜひ買い揃えていただくといいかなと思います。で、ポロシャツって結構夏場のですね、主役級のアイテムなので、ユニクロとかでも買えるんですけども、ちょっと予算を上げて、例えばナノユニバースだとか、エディフィスだとか、グリーンレベルだとか、このあたりに行くとスタイリッシュで、シャープなポロシャツっていうのが買いやすいかなと思うんですね。まあ、ぜひこのあたりも頭の片隅に置いていただきたいなと思います。で、このブラックのポロシャツの下には、丸首の T シャツですね。白 T を少しだけ覗かせています。黒のポロシャツって結構色合いが重たいので、これだけだとちょっと夏っぽさ出ないなということで、襟元から白 T をちょっと覗かせるようにしています。まあ素肌を見せるのもいいんですが、ちょっとセクシーになりすぎるのが個人的にはあんまり得意ではないので、白 T を覗かせるようにしています。まあボトムスの色なんですが、もちろんブラックとかでも合うんですけども、今回はグレーを合わせてみました。まあグレーの中でもチャコールグレーのようなブラックにすごく近いような色ではなくて、まあミディアムグレーぐらいですね。このような色だとモノトーンでバランスよくまとまって、すごくですね、つながりがいいんじゃないのかなと思います。今回履いてるのはこれご提供いただいたものなんですが、アウールというブランドのマルペンサというモデルなんですね。アウールは僕が普段のスタイリングでよく使っているので、このボトムスは僕にとっては馴染みが深いんですが、まあ、実際に履いてみてですね、このようなジャストサイズのポロシャツとの相性はめちゃくちゃいいなと思いました。センターラインが縫い付けてあるので、洗濯してもですね取れないというところがかなり便利なポイントかなと思っています。まあ、このような形でブラックだとかグレーでまとめてあげるとすごくバランスがいいと思うんですね。で、足元に関しては今回はなるべくシンプルに白レザースニーカーを合わせています。これはサンダルだとか、もしくは今トレンド感のあるグルガサンダルとかでもいいかなと思うんですが、今回はなるべくシンプルに白レザースニーカーで、この首元の白とリンクさせるような形でバランスをとっていました。このコーディネートはそのままですね、簡単で実現しやすいかなと思うので、ぜひ大人のポロシャツコーディネートの一つの参考にしていただければなと思っています。続いてもう一つコーディネートを解説したいなと思いますので、着替えてみたいと思います。トゥ、よいしょ。続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、トレンド感をちょっと強めたようなポロシャツコーデに挑戦をしてみました。先ほどはブラックのポロシャツでサイズ感は割とジャストに近かったかなと思うんですが、今度はですね、グリーンレーベルさんとコラボレーションして作ったスキッパーポロを着てるんですが、まずサイズ感が変わってくるんですね。袖丈がちょっと長めで、腕の関節ぐらいに来る長さなんですね。身幅もちょっとだけゆとりがあるんですけど、やりすぎ感のないような大人っぽさも残しているというところですね。あと襟元ですね、前立て部分にですね、ボタンがなくスッキリとしたトレンド感漂うスキッパー型になってるんですね。これだけで見え方はだいぶ変わってくるかなと思います。で、色に関しては先ほどはブラックでしたが、今回はスミクロダークグレーになっています。同じく黒と同じようにですね、シャープさが漂うので、おじさんっぽく見えないカラーかなと思います。これまたいい仕上がりですよね。まあ、その下に白 T というのは変わらず着ていまして、ボトムスなんですけども、先ほどのグレーをそのまま履いても間違いなく合うと思うんですね。同じグレーの中で濃い色と濃すぎないグレーで合わせるというようなグラデーションもすごくいいかなと思ったんですが、ちょっと幅をですね、お見せしたかったので、これまたグリーンレベルさんとコラボで作ったライトグレーのボトムスですね。こういったちょっと明るめの色でですね、ちゃんとコントラストを高めたような着こなしを作ってみましたが、いかがでしょうか。これまた鉄板で使いやすいかなと思います。まあ、これごくごくホワイトに近いようなライトグレー、まあ、オフホワイトにも近いかなとは思うんですが、まあ、表記はオフホワイトになってるんですけども、このような色を使ってボトムスは明るいんだけどモノトーンでまとめてあげれば、かなり使い勝手のいいコーディネートが簡単に完成するかなと思います。で、足元はですね、今回はサンダルです。ビルケンシュトックのチューリヒというモデルを履いています。まあ、今年ですね、結構いろんなショップで取り扱いがあるので、まあ、ぜひ皆さん改めて注目していただきたいなと思うんですが、このような足元サンダルだとかで軽快に合わせてもらってもいいし、もうちょっとおしゃれ感出したかったらグルカサンダルですね、このあたりで合わせていただくのもいいかなと思います。まあ、だいぶ見え方変わりますよね。一つ目のコーディネートが好きな方と二つ目が好きな方は大きく分かれると思うんですね。まあ、それは定番的でベーシックな路線をですね、軸足にしている方だったらやっぱり一つ目がいいと思いますし、
まあそれよりトレンド感を楽しみたいという方はこちらのコーディネートが好きかなと思うんですね。個人的にはこっちのコーディネートが今年らしくて好きなんですけども、まあぜひ皆さんの意見も聞かせていただければなと思います。何度もお伝えしている通り、ポロシャツは色選びが本当に重要です。ブラック、ネイビー、ダークグレー、そして胸元のワンポイントがついてなくてデザインはシンプルなものを選んでいただければかなり大人っぽいスタイルが仕上がるかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。いやー、皆さんいかがでしたでしょうか。今回の動画では脱おじさん大人のポロシャツコーデ徹底解説というテーマでお届けさせていただきました。まあシンプルにお伝えすると、まずはですね、ポロシャツ自体の選び方、ここがすごく大事で、ここで失敗してしまうとコーディネートでの挽回はもうほぼ不可能ということで、まあ今回例として出しました、このようなちょっとこうグレー系のポロシャツだとかホワイトベースでこういったボーダーが入っているものだとか、こういったものはちょっとこう休日のお父さん感が強かったりするので、なかなか難しいかなと思います。あとは今回のポロシャツにはついてないんですけども、ポロシャツってこうロゴが入っているものもあったりするじゃないですか。これまた結構難しくて、そのブランドのイメージがスタイリッシュでおしゃれなイメージがあればいいんですが、ちょっとおじさんっぽく見える可能性があるロゴだったりすることも少なくないので、僕はシンプルにロゴはなしの方がいいんじゃないのかなと思います。じゃあ具体的にどんなものを選べばいいのかというと、ブラックだとかダークグレーだとかネイビーのような濃い色のポロシャツですね。このあたりを選んでいただければまず失敗はしないかなと思います。まあこれに対してボトムスはもういつも通りのですね、ブラック系でシャープにまとめてもらってもいいし、グレー系もいいと思います。モノトーンでまとめてしまえばそれだけで大人っぽいですねポロシャツコーデしっかりと完成しますので、ぜひ皆さんもですねお試しいただければなと思っています。また皆さんの方でもこういったポロシャツのコーディネートだったらおしゃれに見えるんじゃないっていうのがあったらですね、ぜひ参考にしたいなと思うので、コメント欄でいろいろと教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのですねアイテムですとかコーディネートの解説は僕がもう一つ運営してます、こちらメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで中級者向けの内容をですね週に3本のペースで動画を配信しています。また週に1回はですねライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイとお届けしてますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。またなかなかですね普段ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうのもやってるんですね。こちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行ってるんですね。僕の方でも毎日更新をしていまして、まあ僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事書いてくれてたりだとか、あとは参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、皆さんが最近買ったものだとかコーディネートこんな感じにしてますよみたいなところをアップしながら、まあ皆さんでこう楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。